こんにちは。皆さん、いつも当チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は日本のエンタメ界を長年にわたり彩ってきた2人の大物、小泉今日子さんと豊原浩介さんの現在に迫ります。彼らの最新プロジェクトや私生活の動向まで気になる情報をお届けします。小泉今日子さんは日本のエンターテインメント界において長年にわたり重要な役割を果たしてきた人物です。彼女のキャリアは1980年代のアイドルから始まり、女優、歌手として多方面で活躍し続けています。現在57歳の小泉さんは近年特に映画文化への情熱を示しており、東京墨田区のミニシアターで20年以上前の自身の出演作の再上映に参加するなど、その献身を見せています。小泉さんの芸能界への貢献は単なる表舞台での活動に止まりません。彼女は独自のビジョンを持ち、自らの道を切り開いてきました。49歳の時に独立し、自分の会社を設立。彼女の決断の背景には、自分が心から楽しむこと、そして周囲の人々を幸せにすることへの強い意志があります。コロナ禍の中で予定していた舞台公演が白紙になった際、小泉さんはキャストやスタッフへの保証のために初めての借金をするという大胆な行動を取りました。さらに下北沢の本田劇場を3週間抑え、表現の場を失った友人たちに声をかけ、日替わりで演目を並べるなど、彼女なりの解決策を見つけ出しました。これらの行動は彼女がどれだけ芸能界とその関係者に対して思いやりを持っているかを示しています。日常では小泉さんは早朝から仕事に取り組み、夜は早めにパソコンを閉じて自分の時間を楽しむというバランスの取れた生活を送っています。彼女はテレビ出演のオファーを選ぶ際には、有働さんにしばらく会っていないな、会いたいかもといった感覚で決めるなど、自分自身に正直な選択をしています。また小泉さんは映画制作プロジェクト新世界合同会社を立ち上げるなど、裏方としても映画業界への貢献を続けています。彼女が映画文化に対して抱く情熱は今後の活動にも大きく反映されることでしょう。このように小泉今日子さんは自らのキャリアや活動を通じて日本のエンターテインメント業界に新たな風を吹き込み続けています。小泉今日子さんは自身が選んだ道を信じ、その道を力強く歩み続けています。彼女の活動は芸能界だけでなく多くの人々に影響を与えており、その献身的な姿勢は多くの尊敬を集めています。小泉さんの今後の活動から目が離せません。彼女が次に何を成し遂げるのか、その動向を注視していきましょう。豊原浩介さんは1965年生まれの東京都出身で、俳優、演出家、ミュージシャンとして多岐にわたる活躍をしています。彼の芸能界でのキャリアは1982年に映画「勇み」で俳優デビューしてから始まり、以来数々の映画やドラマで重要な役割を演じてきました。主な出演作品には「亡国のイージス」「運命人間」「ヤクザタクシー」「電車男」「時効警察」のダメカンタービレなどがあります。また音楽活動も行い、1999年にはバンドコズミックブルーのメンバーとしてデビューし、シングル星空をリリースしました。最近では豊原さんは小泉今日子さんと共に映画制作会社新世界合同会社を設立し、初のプロデュース作品である映画ソワレの制作に携わっています。この映画は和歌山県御坊日光の美しい自然を背景に若き男女の逃避行を描いた作品で、映画監督富山文治がメガホンを取っています。ソワレは映画関係者やファンから高い評価を受け、豊原さんのプロデューサーとしての新たな一面を見せています。豊原さんの映画業界への見解は彼の芸能界での経験に裏打ちされています。
彼は日本映画業界の現状に対して、リスク回避で同じような作品が量産されていることに疑問を投げかけ、より自由度の高い挑戦的な作品の制作を志向しています。これは映画業界に新たな動きを生み出すための重要な提言として捉えられます。また豊原さんの映画業界への提言は若手俳優たちへのメッセージとしても重要です。彼は自身の経験を通じて若手俳優たちに困難に直面しても恐れずに自らの道を切り開くことの大切さを伝えています。彼の言葉は多くの若手俳優にとって刺激となり、彼らが新しい可能性を追求するきっかけとなっていることでしょう。豊原浩介さんの今後の活動には、俳優としてのさらなる活躍のみならず、映画制作という新しい分野での彼の貢献にも大きな期待が寄せられています。彼がこれから映画業界にどのような影響を与え、どのような作品を生み出していくのか、注目が集まっています。豊原さんの多彩な才能と豊かな経験は、今後も日本の映画業界に新たな息吹をもたらすことでしょう。小泉今日子さんと豊原浩介さんの関係は、2003年のドラマ「先生のカバン」での共演がきっかけでした。その後、2015年に2人の関係が大きく報じられ、2018年には恋愛関係を公式に認めました。2人の関係は、豊原浩介さんが元妻との間に2億円の高級マンションを譲り、円満離婚した後に明らかになりました。小泉今日子さんは豊原浩介さんとの関係を公表した2018年に所属事務所から独立し、女優活動の休業を宣言しました。彼女は自身が代表を務める制作会社明後日で裏方業に専念しています。小泉今日子さんと豊原浩介さんは演劇論を交わす役者仲間として出会い、2003年の「先生のカバン」で初共演しました。その後、2015年頃に恋愛関係に発展したとされています。また2人は映画制作プロダクション「新世界」合同会社を立ち上げ、映画「ソワレ」をプロデュースしました。このプロジェクトは日本映画の興行システムに対する違和感や芸能界のジレンマに対する2人の反応として発展したものです。このように小泉今日子さんと豊原浩介さんの関係は、彼らのキャリアや個人生活に大きな影響を与えました。小泉今日子さんと豊原浩介さんの関係について、不仲説に関する情報は見当たりませんでした。ただし、彼らの関係は複雑なものであることが報じられています。二人は2003年のドラマ、先生のカバンで共演し、その後徐々に距離を縮め、2015年頃に恋愛関係に発展しました。不倫関係が発覚した時、豊原浩介さんは妻子と別居していたものの、離婚には至っていませんでした。しかし2021年4月に豊原浩介さんと妻の離婚が成立したことが報じられています。小泉今日子さんは豊原浩介さんとの関係を公表した際に、自身が設立した制作会社明後日での豊原浩介さんとのパートナーシップや恋愛関係について言及しています。彼女はこの関係が事実であることを強調し、その報道によって豊原浩介さんの家族に迷惑がかかったことを後悔していると述べています。現在2人は結婚していないものの、仕事上でも私生活でも良好な関係を続けていると報じられています。小泉今日子さんは豊原浩介さんとの関係を同じ夢を追う同志と表現し、彼の家庭に迷惑をかけないように配慮してきたと述べています。また豊原浩介さんも2人の関係について言及し、家族への責任と自身の行動について反省の意を示しています。このように2人の関係は複雑な背景を持ち、両者が互いの家庭やキャリアに影響を与えてきました。小泉今日子さんが所属事務所から独立し、自身のプロダクションを設立したこと、また豊原浩介さんが妻との離婚後も家族に対する責任を感じていることなど、
彼らの関係は公私ともに深い絆で結ばれているようです。ただし2人の関係は不倫から始まり、その後の展開には多くの論議がありました。小泉今日子さんと豊原浩介さんは現在も公私ともに良好な関係を維持しているとの報道がありますが、結婚に至ってはいないようです。彼らの関係が今後どう展開するかは不透明ですが、彼らの間には深い理解と尊重が存在していることがうかがえます。いかがでしたでしょうか。今日は小泉今日子さんと豊原浩介さんにスポットライトを当て、彼らの現在の活動や私生活に迫りました。2人がこれからも芸能界に新しい風を吹かせ続けることを期待しましょう。今回の動画が気に入ったら、いいねボタンを押してチャンネル登録をお願いします。次回の動画もお楽しみに。